エリザベス女王杯、名将マンボが見事に勝ちました。私が言った通りの決闘の以前お話しした雨の日のキングマンボ、名将マンボの父鈴鹿マンボが勝った天皇賞春、あれも雨だった。名将マンボ見事に勝ちましたが、2着3着無印、馬券は外れてしまいました。まあ外した馬のことは忘れて、勝った名将マンボについて語りますと、オープニングでも話した通り、血統的にも、まあそして3歳2冠馬、強さとしてもこの場面このレースやっぱり抜けて強かったと言えるかもしれません。そしてさらに今回良かったのが武幸四郎騎手、この馬に関しては完全に手の内に入れております。ビルシーナを完全にマークしすぎだよ。おかげでビルシーナが抜けてこなかったら俺の馬券外れだよ。直線はそのまんまいいとこに持ち出して外からズーン今回うまかったよ。おかげで負けに外れました。武幸四郎がこんだけうまく乗ってくれたおかげで言い訳できた。それぐらいうまかったです。褒めました。いいですか幸四郎さん。確かに幸四郎騎手もね、たまには褒めてもらう立場に来ないとかわいそうですね。いつもお兄さんが武豊か、そればっかり背負わされてきました。幸四郎だってうまいんですよ。やはり光るものはある。そうじゃなきゃね、デビュー翌日に重賞勝ったりしないです。15年前の秋華賞、初めて G1 勝った時もね、実は本命打ってました。あの時はまあ父サッカーボーイというのが好きだったんだけど、見事それに応えてくれました。その翌年、そのティコティコタックでエリザベス女王杯、あの時はねコティコタックとトゥーザビクトリーから3連単じゃない、当時3連単なかったからな、ワイド、そうだワイドで取ったんだよ。コティコタック軸で生まれんワイド勝ってて、ワイドで引っ掛けてさ、長くやってるとあの頃3連単あったから当てたなってね、その当たったお金で初めてインターネットを引いたんです。幸四郎はね、いつも結構思い出の中でいい仕事してくれてますね。そして今回ついに武幸四郎の秋ですよ。今年 G1 3勝、まあ、全部鈴鹿名将マンボですけど、今回は素晴らしかったです。騎手として輝く季節を迎えた幸四郎もね、身長が騎手の中で平地で乗る騎手の中で一番高くて、つまり減量が大変だったんですね。去年殴られて怪我をしてしばらく乗れなかった時なんかは、このまんま騎手としての生活してなかったら太っちゃって戻ってこないんじゃないか心配しました。戻ってきて見事結果出してくれましたから、乗れないのに怪我をして乗れない期間、トレーニングも怪我の影響でままならないだろうに、大きい体ちょっとでも太ったらアウト、節制しきったはずです。乗り越えて掴んだ栄光、あの苦難を持ったらちょっと本当に褒めなきゃダメですね。おめでとうございます。結構泣けてきた本当に。名称マンボかっていうと、まず名称マンボの方さん、鈴鹿マンボ、また安心ながらとか希望があって、なんか京都でね、菊花賞がたくさん話してるな。鈴鹿マンボの春の天皇賞を勝った馬で京都が